ラリーサーさんにサンドイッチを作ってきましたよ。美味しいですか？プラリーサーさんとお話ししていると、いつもよりぽよよーんってやる気が出るんですよ。プラリーサーさん、大変です。外雪ですよ。ほらほら、うさぎさんも作り放題です。雪うさぎさん、可愛く作れたので、プラリーサーさんのお家に連れて帰ってあげてください。雪うさぎさんって、なんと雪でできているうさぎさんなんですよ。手が冷たいです。